どうも、レオンでございます。はい、今回もですね、間もなく、いや間もなくてもう6月なのかな、この動画をアップしてる頃には、撮ってる時は違うんですけどね、はい、まあ、6月ということにしておきましょうか。いよいよですね、6月といえば何があるんですか。乱交パーティー、あ、乱交パーティーじゃないですね、ごめんなさい、変なこと言いましたね。乱交パーティーはしませんという感じで、ユーロが始まりますね。6月14日から、あ、結構ですね、あと2、3週間ありますね。約1ヶ月ですか、出場チーム数が24カ国という形で、あ、そうね、次のユーロも決まってるんですね。次のユーロがイングランドとアイルランド、で2032年がもうイタリアとトルコ決まってるんですね。イタリアとトルコで離れてるよね、それでもやんの、すごいよね、なんでもいいだよね、もう。はい、まあ、そんな感じでですね、ユーロ2024開催国ドイツなんですけども、まあ、それをですね、優勝予想をしていこうじゃないかと。もう簡単なんですけどね。なぜ簡単かって、俺未来から来てるからね。予知なんですよ。予知というか、なんていうのかな。報告なんですよね、未来からの。簡単なんですよ。はい、まあ、そんな感じでね、君たちに報告できればいいかなというふうに思います。はい。まずは出場国見ていきましょうか。出場国でいうと、もう常連ばっかっすね。開催国ドイツから始まり、前回どこが優勝したっけ。前回、あ、イタリアが優勝したのか。最多があれなんですね、ドイツが3回優勝して、スペインも3回、フランス2回、1回がまあ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 、イタリアも2回か。まあ結局常連が強いというところなんですかね。で、唯一の初出場がジョージア。あの、あれか、カラーゼのところか。ジョージアって今誰だっけ、クラツヘリアかなんか、なんか言いにくいやつが多いんやな。あれジョージアじゃなかったっけ。で、ジョージアのなんかゴールキーパーいるよね。バレンシアかなんかでやってるやつ。まあ、そんなのがいたりするところなんですね。なるほど。まあ、それ以外は、初出場なくて、何度も出てる国ばっかと、常連国ばっかと。いう感じなんでしょうか。はい、まあまあ組み合わせを見てる限りはですね、どこも、まあでもヨーロッパ24って結構微妙になってくるよね。スペインとイタリアも同じ組なんですね。結構面白いですね。あとはなんか、あ、フランスとオランダ一緒なんよ。一番やばい組、ベルギー、スロバキア、ルーマニア、ウクライナ、どこが来ても興味ねえじゃんっていう、そんなグループもあるな。やばいよね。はい。まあそんな感じで、まあ、優勝予想という形になってくるんですけども、まあ、まずベスト4ぐらい、まあ、組み合どういうね、あの勝ち抜きになるか分かんないですけども、今も格差がすごいんでね、そんな波乱って起きないんですよ、サッカーで。強いところで言うとね、まあ、オランダ、クロアチア、イタリア今回ないかな。イングランド、スペイン、フランス、まあ、ドイツとかあたりかな。でベスト4とかまで絞ってくると、まずフランスでしょ。イングランド来るよね、選手揃ってるよね。まあ課題評価の部分あるけどね、ちょっとイングランドは。あと2つどこが来るかな。スペイン来るかな。まあスペインにしとこうか。で開催国のドイツ、オランダはないよな、ちょっと前線の細く即してんもんね。で、クロアチアは、まあでも黄金世代が引退者からも、引退というかもうここいないし、ないか。ってなると、ベスト4は、ドイツ、フランス、スペイン、イングランドなんですよ。で、ドイツも強いからじゃなくて、開催国だからっていう、まあちょっと、忖度してるわけなんで、もうこれで一つ消えますね。ドイツがないから、優勝はね。でなってくると、もうフランス、スペイン、イングランド、この3つのどれかなんですよ。で、一個一個見ていくと、イングランドってやっぱ課題評価されてるのよね。やっぱプレミアリーグは世界最高峰のリーグなんで、でも、レギュラー取ってるイングランド人ってほぼほぼいないんで、ね、ってなってくると、まあ確かにサウスゲイト監督ももう就任何年目ですかね。7年、8年と結構やってるんで、まあ、集大成のつもりでやってくると思うんですけど、で、プラス、イングランドってユーロまで優勝してないんですよね。で、初優勝にかける思いっていうのは強いし、なぜなら前回大会 PK で負けてるんでね、準優勝で。
かなり来るかなと思うんですけど、どうすかね。スペインな、スペインでもあれだよ、若手が多すぎるよね。なんでやっぱり優勝ないかなとって考えると、フランスとイングランドの決勝、これ間違いないですね。これ以外の選択肢はないかな。まあって考えるとフランスかな、順当に。フランスも別に怪我人も出てないし、でもやってる選手は全員がね、海外組バリバリなんで、みんながチャンピオンズリーグ出てるような選手とかね、あとはもうチャンピオンズ、プレミアリーグで活躍する選手とか、その選手ばっかりですから。まあデシャンも多分この大会が多分集大成ですね。ワールドカップも取ってるし、ユーロも取ってね、もしかしたら終わるかもしれんっていう。契約いつまでなんですかね、もしかしたら延長してるんですかね。なんかジダンがやるとかっていう噂もありますからね。まあただデシャンも長いよね。すごいよね。でも戦争半端ないからね、フランスやばいよね、マジで。で今大会最後に例えばね、誰でしたっけ、ジルーとかね、あの辺がまあ引退するんじゃないかと。もうメジャーリーグサッカー行きますからね、っていうことも考えれば、まあフランスとイングランドの決勝で、そうね、イングランドも前回決勝で負けてるとはいえ、まあ、結局何がもの言うかだ、選手層とやっぱ監督力じゃないですか。やっぱデシャンはでかいよ、経験値が。全て持ってる監督やからね。で、サウスゲートは別にそんななんか特殊能力があるわけじゃないから、ただイングランド人っていうだけで選ばれてるだけやから。って考えると、フランスの優勝かな。これ最多なのかな、じゃあ3度目 ?4 度目じゃあ3度目か。3度目の優勝、来るかな。やっぱそうじゃない、それ以外ちょっとないよね。まあ、対抗馬としてイングランドぐらいかなと思うんですけども。最高がイングランド準優勝ですもんね。まあないかな。さすがにイングランドがフランスを打ち負かすってイメージがないから。イングランドも結局ね、課題評価がかなりされてるからね。ベリンガムぐらいでしょ、ベリンガム、ケインぐらいじゃない、なんかワールドクラスって。あとはなんか別に可もなく不可もなくでしょって考えると、やっぱフランスかな。っていう感じでね、なんかあっさり決まっちゃったね。なんかもっと悩むかなと思っちゃったんですけど、あっさり決まっちゃいましたね。まあ悩む必要もないですけど、未来から来てるんでね、すぐ分かりますから。ある意味報告みたいな感じですからね。まあそんな感じでね、ユーロの優勝予想。いや、なんか、こんなあっさりと思わなかった。はい。まあ、本命がフランスと。で、対抗馬がギリ、イングランドかなというぐらいで。まあギリね。対抗馬、あえて言うならイングランドかなっていうぐらいで、スペインが、スペインじゃない、フランスがぶっちぎりでいくんじゃないかなという感じがしますね。はい。まああとあれやね、ユーロで24カ国って多すぎるよね。多分グループリーグなんか見る必要ないよね。決勝トーナメントも一括で見いいよね。多分、ベスト8ぐらいからでいいんじゃないっていうぐらい、どうなんかなっていう感じはしますけどね。まあ、サッカー好きは見るんでしょうね。ただまあ、俺、ワーゴムに入ってないんでね。そもそも見れないんですけどね。入る日ないんでね。はい。っていう感じで、今回はユーロの優勝国ということで、フランスです。